エウレカクイズねえ、き恒例の企画ですねやってまいりました、うんちくエウレカクイズのお時間です。われわれ視点からすると3本目ぐらいなんですけど、うんちくエウレカ取るのね、もう食傷ちょっと何の問題もないですね喉に詰まりました。あの一旦途中で焼き肉食いに行ってね、元気いっぱいの状態でやれるんで、じゃぶじゃぶ正解しちゃいましょう、いつものように。いクイズは えー、はい、とうとう自分で喋るようになった。比べ <laughs> てないのに自分から喋るようになった。<laughs> はい、えっ、ー、とクイズなんですけど、うん、そのまあ問題文、そして答えがうんちくとして面白い。そんなええー、とクイズのことを我々が勝手にそう読んでおります。答えを聞いて、ああ、じゃあ明日これ話してこよう。 学校で話そうみたいになるやつってことですね。そうですね。はい、で、えっ、ー、と、なんだかんだシリーズとしては、もう10本以上。公開されてると思うので、でねうん、まあ、今回面白いなと感じた方、は他のものもぜひ見てみていただきたいんですが。すね、出題役を務めるのは、前回に引き続き、武藤くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます武藤さん、えっ、ー、と、本日の出題ジャンルは、何ですか。本日は飲み物です。 飲み物狭いね。狭い。お酒とかならまだジャンルとして立てられてるの見たことありますけど。医学とかね、言葉とかでしたよね、今。ましたけどね、急に飲み物。ついにそんなライトなね、ソフトなジャンルでもできるってことで、本当なんか、こうね、うんちくエウレカクイズバーテンダーみたいになってますよね。感じがあます。飲み物とかけてね。そう。ちょっとおしゃれですね。今日は何々でくださいって言ったら出てきます出てくるという。ちなみに、俺と僕何問あるんでしたっけ、今全部で来てるやつ。えっと、 投稿されている数としては 1600の中からえりすぐってくるととうとう飲み物っていうジャンルで作れるぐらいになったってですねうんそういうこと素晴らしいんか適当な単語言ったら絶対検索で引っかかりそういや嬉しいわこれ開業しましょううんちくえうれいかバー作ってさああいいねマスター何々のクイズをくれって言ったらそうですねいいの入ってますよって言って出してくるあいい週一とおこれやりましょう店やりましょう曲がりみたいな形でじゃあ武藤さんも週一で入ってもらって武藤君が 会社首になったら、そこに再就職してもらって。そうですね。やりましょう。はい。じゃあ武藤君、早速一問目お願いしていいでしょうか。お願いします。はい。ピンクの像さんからいただきます。あれだね、ピンクの像が見える。ですね幻覚でおなじみの。酒を飲みすぎた時のね、酔っ払った時の幻覚をさせてですね。だから、の、飲み物っていう問題には非常に。非常にいい。いい名前ですね。はい。酒限定なんだっけ、ピンクの像が見える。幻覚一般だと思ってた、俺。酔っ払った時に見る幻覚。 がピンク色の像だと思いまもうちょっと覚えてないけど、はい、なるど、はい、問題昭和28年2月から1年間当時の日本ビール過去現サッポロビールは「文藝春秋」に広告を掲載した、うん、現在では考えられないような教養の高さを感じさせる広告とは一体どんな内容だったか<ー>広告の中身を言えっていう問題ってことですかそういうことですね昭和28年戦後間もなくだね 俺、ちょっと時代感が弱いのであれです。あれ、昭和20年が終戦だよね。1945年だよね。あ、そうかそうか。11年、昭和換算できないけど。53年ぐらいじゃないたん。だから、まあ、高度経済成長期だな、みたいなイメージですよね。なるほど。に、とんでもない教養の。文芸春秋、だから月刊のやつですね。あの、オピニオン誌の文芸春秋ですね。そうでしょうね。はい。あんま知らないけど。あの、週刊文春とさ、文芸春秋があって、文芸春秋はそう月刊ですね。はい。 でも札幌ビール有名なエピソードあれですよね「男は黙って札幌ビール」キャッチコピーとしては一番有名あ、そうですねそうかそうかそうだめっちゃ有名な都市伝説ありますよね札幌ビー札幌ビールの面接受けに行った学生がひたすら一言も喋れらないで黙り続けてラストに一言「男は黙って札幌ビール」って言って受かったっていうそんなわけなくないって都市伝説ありますよねありますねでもなんかさ微妙にさ意外と採用面接ってさ特に今の時代だとありえないけど ちょっと前とかって、それぐらいのノリで決まってた。ことってあ,あ,ありそう。だから、俺なんかね、一概に嘘でもない気もする。なんか、その。そうかな。こいつちょっと面白い。えー、でも、それでさ、男は黙ってさ、プロビールって言ったやつが、すごい陽気でさ。うん、明るい感じのやつだとしたらさ。うん、度胸とその陽気さみたいな、ちっちゃいそうな気がするし。し、ね、確,確かに評価しちゃいそうな気するね。そうそうそう。あーあるうまあ、だって、当時ってね、自由な、ね。うん あの採用面接してたかっていうと、まあうね、OB みたいなルートからやってた可能性あるかもしれない。確かにあコネットの可能性もあるから、ね、そう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 ななさそう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 こうそ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 ううそ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 う コピーっていう認識でよろしいですか、ビールの広告に書いてあるコピー、あー広告の文面ではないですね、どういう風な広告をしたのかっていうところで,<ー>でも文芸春秋に出したんですもんね、だから普通にこう印刷された紙の広告に何がプリントされてたかのレベルの話ってことですもんね、だからあれでしょ、あの文庫本で乳首隠すみたいな、はいはい、そういうこと。健城ルさんがね、伝統、はい、者最初の時に通したむちゃくちゃな企画で同じの。うん 文庫本で乳首を隠していて誰でしたっけ誰の乳首隠したんですかえっとね誰だっけなクイズ出るよこれ多分うわー誰だっけ忘れちゃった問題って言ってケントルさんが考えたプロモーションでは <laughs> 文庫本で乳首を隠したことで有名な日本の何々の女優は誰でしょうしかもなんかね坊主頭にしてたんで <laughs> <laughs> 散らかるなあの <laughs> <laughs> 誰々を当時人気絶頂だった誰々を口説き落としてボス頭にさせて <laughs> ヌードで乳首を文庫本で隠させるプロモーションをした <laughs> 何を言ってるのこの人 <laughs> 多分30年後には語色だと思われるでしょう、ね、でその後の一文がまた最高で、うん、文庫本にはこういう使い方もあるんだぞということを分かってもらいたかったない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 そんな使い方ない 天井徹さんの方面白すぎるいですか、うん、出てくるエピソードがエピソード強いよね天井さんの方、ね、これはあれかなたった一人の熱狂がね、うん、書いてありましたねはいでだからそういうぐらいのむちゃくちゃなこと、うん、だけどその教養を感じさせるみたいなことですよ、ね、ビールで教養といえば何ですかねライ麦畑で捕まえてとかそういうこと麦じゃ麦絡みとかああまあライ麦あんま使わないですけどねそういうこと だからキャッチャーイン・ザ・ラインの一節を上手にビジュアルに落とし込んだあ<ー>広告を掲載したみたいなことじゃない文学作品の一シーンを上手にビジュアル化したものだいえ違うかあれじゃないあのさクっビッグネームのさ、うん、思想家みたいな人を起用したみたいなあ,あるねそのパターンだから、えー、例えばですけど、えー、とサルトルに、えー、とビール飲ませたエルレガ違います<も>惜しくもない そうです、ね、まあこの問題ちょっと難しいんで面白いけどなその発想サルトル、ね、一番面白いの方はサルトルにゲロ吐かせた <laughs> オート。オート。サルトルの代表作といえば <laughs> 確かにサルトルじゃいいよヒールめちゃくちゃのばせて <laughs> サルトルがめっちゃゲロ吐いて広告を高校してこれめっちゃいいよ <laughs> 確かにめっちゃいいこっちが答えの方がいいよこれ答えしようぜ確かにこれ,これでこれ <laughs> 決まりで <laughs>、はい、よし うしましょう。人間は二酔いの刑に処されているから行きましょう。自由の刑に処されているみたいな感じでね。いいわ。あ、でもそれ言ったのフロムだな。サルトルじゃないな。ん人間は自由の刑に処されている。サルトルでしょ。あれサルトルだっけいやサルトルす。これはサルトルス。あれフロムじゃなかったっけサルトルす。あ違う、自由からの闘争を解いたのがフロムだ。ごちゃごちゃった。自由からの闘争を解いたのはフロムです。フロムか。人間は自由の刑に処されているはサルトルス。失礼しました。 っていうフレーズでね、人間は二日目の刑に処されているで、オートの広告を出したす。げめちゃめちゃいい。すげえ、いい出た。これ決まりです。ただ、僕らが今ビール飲んでテンション上がってるから、これ盛り上がってるだけかもしれないです。我々は酔っ払いの刑に処されているということですね、つまり。酔っ払いハイテンションの刑に処されていると。そうですね、なるほど。酔っ払いハイテンションの刑に処されてるのダサいですけど、だいぶ。でも、今回はね、そういうこと、サルトル出したあれには意外と整合性ありますね。ね、確かに。あってるからいいですけどね。 うんだから、えーと、起用した人が面白いとかっていうアプローチじゃないってことかね。あそんなこともない。そうですね、起用した人。と、もう正解の中の大事な要素に入りますか、まあ、そうですね。おー、まね、マジか。え<ー>と、出てこないかもしれないですね。へえ<ー>。それはいわゆる文豪みたいな、物書きですか、まあ、芸術家ですね<命>。岡本太郎ですか違います。<ー>当時、存命でした そうですねうーんなるほどえその人をブッキングしてその人の写真自体が出てきたってことですかじゃなくていや違います写真家すごい写真家をブッキングしたとかああビール撮らせるのになんか知らないけど篠山岸みたいなすげえ大物カメラマン起用したみたいなことですかねでも当時はもうねまだ6ね今から60年前とかだから、うん、ちょっとまだそんなにすんごい有名だったとかっていうわけじゃなさそうですよねうん、うん なまあだから当時めっちゃ有名なカメラマンとか起用しああ<ー>だからシナモキシンバリーってことねそう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 ,うんでもなすげえ教養のある広告って言ってたからまあそういうことだよねなんか起用が面白いとかじゃなくて意味が分かるとすごいみたいなそういうなんかハイコンテキストの大喜利みたいなの今僕らはそういう件に処されてますか <laughs> そういうわけでもないあそういうわけでもないん,なんだろうまあちょっと難しいんでここぐらいにしときますかねヒントが欲しいですねかヒント方向性 考えればいいんですか我々は企画は俺らだったら思いつくはずだっていうもので問題出されているいや飲み物でまとめて持ってきたので <laughs> <laughs> なるほどじゃあもうちょっとお大ずかみな問題を出したということですねそうですね<ー>ちょっと申し訳ないですじゃあまあサルトルのやつもなかなか、ね、サルトルのやついい結構いい答えだったから、はい、じゃ満足したということにしますか、うん、はいはいえー、回答は「日本ビール飲酒を掲載した」え日本ビール飲酒飲酒 監視人に、えー、12か月にちなんだビールの詩を作らせその詩の句が刻された天国を掲載し松丸峠がコメントを付すというユニークな企画あちょっと待って何も分かんなかった監視人監視を書く人って五言絶句みたいなことですよね「<う>国破れて三があり」みたいなやつを書く人に依頼して<で>監視を書いてもらって書いてもらって、うん、でそれを書いた天国を掲載した。 天国ってなんすか？ってあれじゃないの竹冠んりに、ああ、難しい、えっと、両刀の猪子の猪子のように、ちょびこう出したやつに、あの、刻むですね。えっと、だから、キングダム出てくる盲点の点です。あ、盲点の点です。はい。はい。盲点の点は違いますね。違う。盲点の点は、竹かんむりに猪子豚じゃなかったから、違う違う、盲点の点は、えっと、立身弁に下ですね、多分。あれそうだっけ、もう分かんねえや。天炭の天ですね。まあ、何も分かんないから大丈夫です。はい。天国、要するに天国ってな何すか 刻んだ版画みたいなのであの読多分普通の人では読めないような字ってことだと思いますけどね。<う>字体が多分ちょっと違うよね。天国文だと。印象を作成する行為を天国っていうらしいですね。版んを作る。版んを作るのが天国。はい。なので詩のはんを作った。じゃあ読めないね。で、それをガッと押した。うん。紙面にってことですよね。紙面にっていうか、紙面、それはんの形を紙面に掲載した。はい、で、松丸東魚っていうその天国の。 すごい人にコメントを出してもらうああそれは出んねえっとだから漢視をわざわざ作ってもらって<で>ビールに関係あるのかな関係ないのかなビールにちなんだ漢視を作ってもらってだからなんかわかんないけど麦破れて酸がありみたいなやつをこう <laughs> なんか違うだろうねそれは <laughs> 麦麦発酵されてビールありみたいな, <laughs> なんかそういう漢視を作ってもらったわけですよね 麦気かもされて爆手あり。なんかそういうやつ。いいね、でもちょっと。ううちょっと悪くないかもしれない。そういう監視を、監修を作ってもらって、犯行職人に掘ってもらって、はいはい、それをなんか。 掲載してでしかもハンコ作りのなんかプロみたいな人にうんうんコメントを載せてもらって今の例えな今の例えというか別の例えでなったら、うん、存在しないラテン語の文を作ってもらったみたいなみたいな感じか存在しないラテン語の固形みたいな作ってもらってそれはそのインクツでるインクツボインクのペンで書いてみたいなすごく格式高いジョークみたいな、ね、うんうん感じですねそういうことですかねそうですねはいはいはい。 それはね難易度めちゃくちゃ高いですね高いっすね電話その発想はでもやっぱサルトルがゲロ吐いてるやつの方が面白かったすねそれ超えるブッキングはない確かにねサルトル先生にたまでサルトル先生にゲロ吐いてもらうっていういくらかかるんだっていうオファーめちゃくちゃ面白いですそうですねじゃあ武藤君2問目お願いしていいでしょうかはいええ世界史限界オタクさんからいただきましたあい世界史限界オタクいい問題送ってくれそうですね確かにねありがとうございます はい、問題に入る前にこの送ってくれた方から、えっと、都会のワインの話を聞かれてるんですけどもお二人はワイン都会 ご存知ですかれね。三大寄付ワインの。三大寄付ワイン。クイズで出てくることでおなじみの。都会と。トでッケンベーレンアウフレーゼ。だそれが聞かれるよね。うん。で、あとは知らん。世界三大寄付ワインといえば、何とかと都会と、あと一つは何でしょうって言われて、大体答えになるのはトレッケンベーレンアウフレーゼだけっていう、クイズあるあるありますね。そうですよね。はい。それですね。はい。この都会ワイン。だから、全座ってことですよね。トレッケンベーアウフレーゼ。全座。 <laughs> 怒られるは作ってる人、すごいいいワインですよね、多分ね。はい、そうですね、えーと、王者の風格があって、うん、えとルイ14世が、えー、王のためのワイン、そしてワインの中の王という言葉を残すほどのワイン。すおおで、すねここからは問題です。しかし、都会ができた16世紀より400年も前にも、ワインの中の王様はありました。うん それは12世紀に十字軍を率いたイングランド国王、リチャード1世がキプロスと飲んだワインで、リチャードはそのワインを、ワイン・オブ<ー>・キングスザ・キングオブワイン・ s and the King of Wine と同じですねその後、キプロス島がテンプル騎士団の拠点となると、騎士団は宮廷や巡礼者に向けてこのワインに名前を付けて売るようになり、広く王国、王公貴族から愛されたと言われます。う 実はこのワインは現,現存最古の名前が付いたワインであるとされています<ー>ではこのワインにはどのような名前が作られていたでしょうかそりゃもう,、はい、うロマネコンティ <laughs> なぜならワインの名前それしか知らない。ローンえ知りますかもう。もうですかいや、ちょっと、何を堂々と俺はひどいことを言ってるんだ。アホすぎるだろ、もっとあるだろ、あの、11月に解禁されるやつは。あの、あれね。えっと、だ、ポンコツだえっと、んて言うんだっけ、あれ。あの、あれ毎年解禁日がニュースになるあれですよね。えっと、ボジョルヌーボー。あ、ボジョルヌーボー危ないもんね。俺これ答えわかりますよ、たぶん。え、マジ もうマジで当てにっていいですかロマネコンティではない。ロマネコンティではないですよね違います、ね。なるほど。当てにっていいですかはい。ヴィンテージでしょ違います、ね。えヴィンテージはだって古いやつぐらいの意味ない,いや、ヴィンテージってワイン。うん、あワインのもの。W と V って結構交代しやすくて。<え>つまり、ワインとヴィンテージって語源的には。はいはいはい あへえっていうか何かめちゃくちゃ驚いたけどこれどっかで聞いた気がするなあ確にね「オカフラどこかで聞いた気がするか実質同じみたいな作りで最悪のパフォーマンスの状態で喋って全く再生回数が伸びなかったけど結構面白い話をしていたことでおなじみの全部見てる人しか気づいていない回ですねあったあったそうだから今デジャブがすごかったんですよんか聞いたことあるそれってなってそうかそうかでビンテージワインだからすごい最古だしかつワインの王様っていう意味ではこの上ない名前だと思うので ヴィンテージがいいと思いましたけど。違います。違う。これ正解でいいけどね、もうね。うん。ドンピシャのうんちくですけどね。だからサルトルがヴィンテージ飲んでおうとしてたら完全 <laughs> ドンピシャの正解ですよそれじゃない。全く、<laughs> 全くドンピシャじゃないですね。ヴィンテージじゃない。うん。ヴィンテージじゃないんだ。 え、じゃあ逆に、ボジョレー・ヌーボーですか <laughs> <に>ヌーボーは新しいって意味ですから、ね、新しいって意味ですけどね。でも、新しいってついてるものが最古になってるパターン意外とあって、ハ、はいはい、リー最古の橋、フランス最古の橋はポンヌフ、<ー>新しい橋とかですよね。だから、ボジョレー・ヌーボーが意外と世界最古のワインだ。はい、違います。違います。じゃあもう知ってるワイン出尽くしたんで終わりです。いや、まだまだあるでしょ。知ってるワイン <laughs> もうちょっと。いや、一個も知らないんだよな、ワインの銘柄。 えーとでも名前でもだってさ聞かれてるっていうことは推測して当てられるってことだよねってことですよ、ね、はい気の利いたこととかを言えばいいんじゃないのえそれはワインの銘柄として有名だから我々知ってるはずっていうことですかいやそういう文脈ではないですかね,ね都会ができた16世紀よりも400年の前にもっていう話をした中から累推できる<ー>あそこヒントな 十字軍を率いた人が、すげえ、これワインの王だって言ってたってことだよね、うん。そうですね。十字軍の時の、当時の王はリチャードって言ってましたっけはい。リチャードにちなんじゃうあーあああコビ売っちゃうリチャードってことかもしかして。正解はリチャードですか違いますね。ただ考え方は近い。コビ売る命名ありますからね。ありますね。キリンとかそうですよね。 そうなのキリンって、えー、っと中国では古来、うん、その王が前精を知いた時に現れる伝説上の動物だったんですよ。ただ、えーっとね、ちょっと時代が怪しいですけど永楽帝の時代かどっかの時に、うん、えっとアフリカからかなキリンをと捕まえてきて連れて行ったんですね。うんうん 僕が想像してたのは想像上ののの動物方キリンまず想像上の動物のキリンがありますね。でジラフを中国に連れてったやつがいたと。でその時に「これんていう名前なの?」って言われた時に「キリンです」とあなたが素晴らしい政治をしてるからキリンが現れましたっていうおべんちゃらをしたやつがいてそこでその伝説上のキリンと。 え我々が今知ってるキリンってのは同一視されて、でそれが日本に使ってきたときに、<ー>えっと訳した人が、うん、えっとカツ何だっけ桂川ラガワ補修みたいな人が <laughs> <laughs> えっとそれえっ、ー、と読み英語のそのあオランダ語のえっ、ー、と記述を読んだ時にどうやらあの中国でキリンって言ってるやつと英語のジラフってやつは同一らしいぞっていう風に特定をしたと。<ー>だから<ー>キリンってのはそういうコびウる 人がいたせいでついた名前だったんですよね。コピー打ったせいで名前決まっちゃったわけですね、<う>キリン。あなたがもう、すごい誠実するから。からキリンですよ、これ。えでも、王様的にはさ、いや、違ないってな。ん <laughs> 俺、今まで見てた、あの、想像上の動物のあの、薪絵のキリンビールのキリンと全然お前違うけど。首あんなにね。長くびいて言 <laughs> <laughs> え首長,首長なるでしょうね,ょうねあの頃には十分もう長かったでしょうからね絵 <laughs> みたいな残ってますけどそこそこ長くかかれてましたからね <laughs> でもだからそいつはなんとかオベンチャルで突破したんでしょうねいやいや違いますよっ,って、はいうん、ちょっとだいぶ曲がって伝わっちゃってるんですけどこれが本当のキリンですそう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 いうことだと思いますねへいいうんちくだ,そうだた、はい、みたいな発想でね リチャードみたいなよくないっすね僕の,あのうんちく英霊学術中に違ううんちくを放り込んでまわしにアピするやつね、うん、でもすごいいい話そういうことな気もするよね <laughs> そう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 こんだけのヒントや当てるリチャードってなんか俺さ過去にさゆるワークラジオのさ英米人名語源時代みたいなんでさあ なんかって意味ですって言うのクマみたいな意味あじゃそれバーナードか。なんかあったな。ありましたよね。リチャードってんか。人名の下りでリチャードも出てきたような気がするけど。全部忘れちゃう。何のためにやってる本当だ全部忘れちゃうよね。いやなんかね、周辺のやつめっちゃ燃やすんジェラルドやりみたいな。なんかあったよね。あとなんか右手の息子、右利きの息子みたいな。ベンジャミンですね。ベンジャミン右利きの息子。かはありましたけど。忘れたよリチャード忘れちゃいましたね。えっと、リチャードの語源はあんまり関係ない。ないです ってなると、やっぱ、王の飲み物みたいな、名前なんでしょうね、名前自体がうん、うん。だからう、うプロストに関する、うん、とかあります。シプロスト、全然ないな。俺も全然、まず、ギリシャらへんだよね。ギリシャらへんで、なんか、世界史で出てくるイメージある。そうですね、なん、でも、世界史の何で出てくるのかも。かも、わかんないです、ね、<laughs> 世界史が弱すぎるんだち。ちょっと、常識ない、もん。 ので分かんない、テンプル騎士団が拠点にしてたことも知らないあ、そうなんだと思ったし、あと、まあテンプル騎士団が王と仰ぐものは何なんだろうっていう。だからね、なんかまあ ででも当然国王とかでですよ、ね、キリストとかをさなんかめいめい使ったりしないキリストってさ、まあ、ワインと同一視されることありますよね。そうだあれだ<う>、えー、水をワインに石をパンに変える奇跡ありますよ、ね、からキリ,、ね、キリストみたいなまあキリストって名前をワインに付けるのもあれだかもしれないでもいや違うなワインと同一視するなら別につけても問題ないのか可能性あるんじゃ、ね、キリストみたいな名前だい,いえうーんっていうかさシンプルにさワインの名前がキングだはダメ ちょっとそれはシンプル騎士団すぎるんじゃないですか。シンプル騎士団みたいな感じで人は煽るんじゃないいや、無徳にめちゃくちゃいつけど、いいな、シンプル騎士団受けてていいな。でしょう。ちょっとシンプル騎士団すぎたか。すげえ。おっさんだ。<laughs> それはそう。水野さん、おっさんだからね、感性が。ちきちの27ですけどね。信じがたいんだよな。<laughs> うん。ヒントはもう出尽くしてるんだよえ、400年って結構肝だったりしますいや、ないですね。うん。そのだから16世紀の都会よりも前にあったってことがとにかく大事だってことですよね。いや、そういうわけでもない。あ、そういうわけでもない。ね、だから今の話の中でヒントにするのは、そのルイと同じことを、えー、とリチャードが言っていたその内容みたいなのがヒントだってことですよね。いや。あれ違 <laughs> いますね。ダメ そこえっとだから僕らがいろいろしてる推測って結構筋違いな推測をずっとしているまあそうですね <laughs> 難しい<ー>なんかでもおしゃれ命名ではあるってことですね気の利いた命名ではあるんですよねきっといやちょっとハードル高すぎるかなあそうなんだこうそうかじゃあやっぱシンプル基士団でいいんじゃないもっとこう <laughs> ラグビーがじゃキャッスルとか キャ,ッスルキャッスルみたいなワインの名前だから城みたいなさ、はいはい、国王にちょ,っとちょうどいいなみたいな。ああ、なるほど、ね。玉座みたいな。ああ、玉座は英語でスローンだっけスローンみたいなね。王座か。スローン。スローンみたいなことじゃないそうだね、スローンだよね、確か。うん。とかそういうことじゃないですか。え、売れか。違います。うん。わかんねえな、じゃあ。えっと、ウイスキーみたいな。なんか、別の名前をつけちゃったみたいなのもう違いますね。 ウィスキーはね語源的にウィシュクベみたいな、えー、と命の水から来てますよね。アクアビッタとかと同じ語源だった気がするけど、えーまあ、そういうことでもないと。えー、うん。結局、ビンテージが一番おしゃれで、良さそうドンピシャの答えだったはずですけどね。王のためのワインっていう銘柄はどういい,いいんじゃないですかね。<laughs> <laughs> 王のためのワインって書いてあったから、これは王のためのワインだなってリチャードが言ったはどうですか あれごめんえっと命名はすでにされていたってことですよねそのリチャードが飲んでびっくりした段階ですでにそのワインに名前ついてたんですよねそこはあんまり関係ない,ではない名前はついてなかったがあれ何て当てればいいんだっけ名柄名を当てればいいんだよねテンプル騎士団が拠点にしてでそのワインを売るようになった名前をつけて売るようになったでこれが、えー、現存する最イの名前がついたワインだとされているへーへ,ーへー なんかそう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 海外はやっぱその宗教組織みたいなとこがお酒売ってるっていうの面白いですよねビールもねあのトラピストビールって言ってはい、はい、ベルギーだと修道院がビールを作っている使命、えー、とか知らないですか使命知らない使命とかオルバルとか全然聞いたことないまあそのたり、まあ、トラピストビールって本当にわずかしかないんですけど、うん、そういう修道院が作ってるビールとかあって。 キリストワインみたいなものもそうですけど、なんとなくそこ、密接にかかってんだなってのは意外に感じた覚えがあるんですけどテンプル騎士団御用達ワインみたいななくない用達みたいなあのテンプル騎士団も喜んだ最高のワインみたいなやつ、やつ、そうですね、正解ですか。 漠 <laughs> 然としない正解ある <laughs>。やつとか言っちゃったけど。<laughs> うん、ワインの名前は、コマンダリア。です。うん、名前の由来は、ええー。コマ,コマンダリア。リアまあ、そうですね。はい、はい、らきています。<ー>これは、テンプル騎士団の司令官を、おさとする。行政改革のことを表しており。テンプル騎士団の領地で作ったワインである、ということを表すために、コマンダリアという名前を付けられ。る<ー><ー>なんか、物騒の名前ですね。ねそうだね。だから。 軍式化みたいなことでしょ <laughs>、うん、軍式化ワインみたいな。そうそういうことですね。うんうん、軍師みたいな名前。軍師ワインってことだよね。うん、なんかご当地ワイン感急に出ましたね。そうだね。<laughs> 軍師ワイン。確かに。地ビールみたいな名前になりましたよね。そうだね。あと、あの食の軍師っていう漫画知ってますうん、うん、めちゃめちゃ、あの、軍師気分になる人のグルメ漫画なんですけど。ごめんなさい。<laughs> 飲みすぎていや違う違う。ちょっと水でも飲みますか食の軍師って漫画があって。はい <laughs> <の>だ。大丈夫ですか <laughs> なんか、違う違う違う、行かない行かない行かない。別に酔っ払いすぎてるわけじゃなくて。はい、はいもう、もう一回、<laughs> 軍師気分になる人のグルメ漫画があって <laughs>。確かにこれ、めちゃくちゃ、なんかやべえ薬やってる人の言動味<い> <laughs> やべえやつみたいな。っ落ち着いて。ちょっとあるのよ、食の軍師って漫画が。うんあの サラリーマンなのかな忘れたけど、なんか仕事についてる人なんですよ。まっとうな人なんですけど、例えばそば屋とか行くじゃないですか。すごい、んで弾いてんのいや、無理よ、そこから実在する番組として話すのは。じゃあるのよ、本当に。嘘ついてないで、俺。いや、続くね。だからそば屋とかに座るじゃん。で、そこの段階でメニューを開いて、むむっとか言って。 この店は何とかのそばで大軍で攻め込んできよるわ、みたいな感じになるわけですよ。で、これを裁くには相当な力量を必要とするとか言って、まずは、 板和さんの陣を敷くって言って、うん、板和さんが出てきて、そこにこうわさびをしっかりたっぷり塗ってあるのを確認して、うん、1ミリの抜けもない完璧な婦人じゃ、みたいな、うん。ここから次は一気火星におでんを食べる、みたいな。軍師気分でこうグルを楽しむって,いう <laughs> っていう漫画があるんですよ。はい、やりに行たね。たね。はい、本当にあんね。捜索しました今概要欄にリンク貼っとくマジで信じてくれ、みんな。リンクがあるから、アマゾンの。 はいやり見ました。のして漫画悪,悪いとか全部出てる。嘘ついてねえんね。瞬間的に。わ、まあマジかよ。いつも適当なこと言ってるから、<laughs> サルトルがワイン飲んでオートするとか適当なこと言ってるから信用もらえなかったのに寄せてね。<ー>適当なマナーって。つらいよマジで。 これもさん存在しないアニメとか話してた、ね、いや話してたけど筒井朝かの存在しない短編も話してた前か鍵って言って全然関係ない話してた狼少年なんです。それあるのよ本当に食の軍師っていう漫画うにわかに信じがたい,いですけどねいやもうだからあの漫画にぴったりの題材だなと思って、うん、軍師ワインですよね確かにねここそんな漫画があったらねいいですねあるんだけどな、ね、あるんだけどな,けどなじゃあ武藤君次の問題お願いしていいでしょうかはい ゴリおじいさん出たゴーリキーたいおじいさんってことある <laughs> ゴリある <laughs> ゴリゴリすぎ <laughs> <laughs> 確かに <laughs> それだに引っ張られてるな。あれンにあっれ誰だな。ゴリンに引っ張られてるな。ゴリンに引っ張られてるな。ゴリンに引ってられてるな。ゴリンに引っ張られてるゴリンに引っれてるな。ゴリンにれてるな。ゴリに引っ張られてるな。ゴリに引っ張られてるな。ゴリンに引っ張あれてるな。ゴリンに引っれてるな。ゴリンに引っ張られてるンの可能性あれるゴリオに引っ張られてるな。ンスの文豪俺れドバルゴリンに引っ張られてるな。ゴリンにっ張れ 恥ずかしいロシアでもなかった。あ、うわ、フランスだ、ゴリおじいさん。マジか。俺なんてゴーリじゃんゴリおじいさんに引っ張られてね。どんだけ勉強してないんだよ。<laughs> これはね、答えなんかいけないやつよ。ゴリ<や>おじいさんの作者ぐらいはパッと出ないと。クイズだったら絶対出てない、ね。まずいよまずいあぶね,ーあぶねー、カットしよう。あね、うわ国間違えてる。絶対カットしてもらおう。あとで、土下座してカットしてもらおう。<laughs> だからハンドルネームがゴリおじいさん。問題は特に関係ないですね、も、はいはいはい、フランスの有名なお菓子、カヌレ。うん、現在、日本ではファミリーマートから生カ,ルカヌレケーキや、流行ってますよね、今、カヌレ。ーハミ格闘からカヌレットなどが、えー、発売されているように、1990年代後半以来のブームが再来しています。そんな話題沸騰中のカヌレは ルルドドーー地地方方から生生まままれれたたお菓子でですすがが、うん、のにはあある理由がありますそちょっと待ってこれ聞いたことある気する俺カヌレの由来知ってる気がするなマジかなんかねあの類型に入ってたんですよえっとフィナンシェってファイナンスと語源が一緒で、はい、完成されたってことですねなんか金貨とかを模して作られたみたいなね金,、うん、金の延べ棒だっけ、うん、あ<ん>じゃあフィナンシェファイナンス財政とかって方,方か ファイナンスそうそうそうファイナンス自体に関んです、ね、と関連がありますよみたい,、はい、いな話で金の上棒とか <laughs> なんかその手のやつに似せたのがフィナンシェみたいなうんちくを収集してた時に多分カヌレもあったんですよ。はい、なんかね修道院で生まれたとかだった気がする。 ちなみにペドノンヌはね、ペドノンヌは某甘さんのへ。修道女、うん、甘さんのおならっていう語源ですよね。ペドノンヌっていうお菓子もありますけど、お菓子ってみ、うん、面白お菓子で,で食ったことはないけど、食ってみたいよね。あとなんかそういうシリーズあるよね。ヤンソンさんの誘惑とか、あ、はい、は,いはい。おもしろ料理名いっぱいあるよね。はいはいはい。なんかもう一個あったな。なたなバカみたいなやつあったよね。ガナッシュ。 ガナ,ッシュガナッシュかなんかがかん料理してて、えー、とシェフがそれ見てバカみたいなことを言ったのは料理名になったの、うん、あなるほど。ガナッシュだった気がするけどなバカみたいな確かにカヌレは俺知らないカヌレ<理>俺ねなんか修道院だった気がするんだよな修道院の修道女がなんかあるそういうやつだよ修道女が焼きすぎちゃって なんか焼き菓子作ろうとしてる時に焼きすぎちゃって生まれたやつそれガナッシュな気がするな <laughs> それガナッシュ <laughs>、うん、それガナッシュなんか火をかけすぎてバカ、ね、どんだけ料理してんだお前みたいなこと言ったのが語源だったのがガナッシュだった気がするけどあれそうだっけあれあっんじゃないちょっと俺らスマホ調べると答えたどり着いちゃう気がするからアップルパイアップルパイみたいな時もあったよねそういうアッ,アップルパイはアップルパイだろ <laughs> えいやアップルパイでも アップルパイの由来も多分そうなのよ。なんかリンゴの焼き菓子別のやつ作ろうとした結果焼きすぎちゃって焼きすぎちゃったのがアップルパイの今の原型みたいな。<laughs> <laughs> もう俺たちの頭の中混沌としすぎない。ポテチップスは料理人がポテトのフライを出したら、なんか分厚すぎんだらもっと薄く切れって,って怒られて、何やつと思って、めちゃくちゃ薄く切ったらめちゃめちゃ美味しくなっちゃって、ボテトチップスができたみたいな話が聞いたことありますけど <laughs> あ。へへまあ、偶然の産物ありますね。セレンディピティ飯みたいな。はいはい。いっぱいそれはいっぱいありますよね。リタリジュクセタル熟成とかそうだしさ。あれもあるよね。こじき鶏。もあるよね。うん、知らないな、それ。こじき鶏は中国で昔、こじきが。 料理器具がなさすぎて泥を包んで泥鳥居でどん鳥を泥で包んで焚き火で焼いたら意外と中身蒸し焼きになってすげえおいしくて <laughs> こじき鳥っていう料理が定着した,したよだれ鳥みたいなノリでだいぶ物騒な名前ついてますコ、ね、こじき鳥っていう料理がありますけどねはいはいということでいっぱい散らかいました収集つかなはいはいはい戻すとかはいはいはですよねいはいか あと、今喋ったものについては厳密な交渉は行っておりませんのでん、多分何もかも間違っておりますが、許してください。<laughs> え、ちなみに、ガナッシュは合ってましたガナッシュは主ね合ってますね。マヌケという。<あ>マヌケか。そだ、<ー>だ。<ー>そうだよね。ノロマという意味、いろんな意味あるんですかね。で、今聞かれてるのがカヌレだよね。カヌレです。タルトタタンだ。アップルパイの由来、タルトタタンだよ、多分。何、何、何、どういうこと,どういうことタルトタタン焼こうとして焼きすぎちゃったのがアップルパイになったとかだった<ー>気がする。<ー>本当か本当か じゃあ、ムト君が裏取りしてる間にアップルに関するやつ言っぱい書い,、はい、いておくと、喉仏のことは英語でアダムズアップルって言うんですけど、うん、アダムのリンゴね。そう、アダムのリンゴね。でも、よう考えてほしいのが、旧約聖書、うん、で、えー、っと、 禁断の果実って、一言もリンゴって言われてないんですよ。うん、聞いたことあるそれ。そう、だから、何か知らぬ間違いで、うん、えっと、その禁断、金壇、喉ごとけのことアダムズアップルパイって呼べるだった。あ、アダムズアップルパイじゃない。<laughs> それね、ただのアップルパイ名人がやいたアップルパイなのよ。<laughs> のアダムズアップルパイって曲はあるんですよ、別に。あるんだ。6万のアリスタンドロスの渡り鳥かなんかのカップリングがアダムズアップルパイなんですアやややこしいないや、もうアダムズアップルパイは、まあ、完全にステラおばさんのクッキーと一緒なのよ。<laughs> アップルイもういいや何でも <laughs> え何が言いたかったの最終的には知恵の実はアップルじゃないよいうそうなんだけどなぜかそう、えー、とアラムズアップルって呼ばれるなんか、えー、と禁断の果実がリンゴって誤解してる人が一定数いるいうそうだね、まあ、でもそれ後世の人のイメージで多分つけられたんだよね。はい。でタルトタタンですがえっ、ー、とリンゴのタルトを焼こうとしてタルトタタンになった あ、逆じゃん。あ、逆だ。アップルパイを作ろうとして、タルトタタンになったってことでしょそういうことですね。生地を入れ忘れて、慌てて、後から入れて、焼いて、できたのがタルトタン。タルトタタンってどんな料理だっけあ、わかんない。武く君にさ、教えてって言うと、なんかこうなる知らんな、非正獣かなんかこんなん確かに。非正獣っぽい動きだね、あれ。マルチタスクを。確かに。最後に情報を出されて。あ、タルトタタン、あれですわ。 リンゴのタルトから生地引いたみたいな。え、見せて見せて、どういうことリンゴ、リンゴ濃度がすごい。ああ、これがタルトタタン。うまそう。はいはいはい。食ったことあるよね。そう、おいしそう、これ。こういうやつだから、すごいリンゴ濃度が高いリンゴタルトね。あ、これでした。だから、アップルパイは別に関係なくて、そうだね。タルトタタンという料理は、え、リンゴのタルトを焼こうとした時に生地入れ忘れた。ことによって生まれた。今だから、完全に堀本さんが、フリスの元にさらされたのが、こいつタルトタン食ったことないなっていうことがもう、生まれた。生まれた。 飯を知識だけ語るやつ <laughs> くっそいやタルトタタン食ったことはあるんですよ、うん、ただタルトタタンという情報が面白すぎて、うん、もう食ったとかははるか昔の記憶だから情報の洪水に飲まれてしまってそうだ、ね、今俺タルトタタン何か分かんなかったもんググって見てあこれ食ったことある気がするってなったもん、うん、はいはいはいえでごめんカヌレはどうなんだっけ俺カヌレ結局どうなのカヌレはねかなんかあの黒いなんかこう模様がついたはい、はい、ちょっと王冠っぽさがあるデザインのやつやえで何何すかタルトですかそれ何,何ですか カヌレってどんなの焼き菓子ですかね。えっと、だから、ケーキいやつベイクドケーキみたいなイメージすればいい。みたいなイメージ。調べると出てきちゃうよ。なんか、由来とか出てきたら画像だけ出そうぜ。こやつ、こやつ。ん画像検索。あー、はいはいはい。はやってるはやってるはやってる。こやつ、おいしいおしい。ケーキ的な、パウンドケーキ的なやつ。あ、パウンドケーキですね。あの、パウンドケーキはね、パウンド。えっと、原料がね。原料が1ポンドずつだからっていうやつですよね。なんだっけ、小麦粉と、 水かなんかがなんか1対1、1ポンド1対1ポンドだからみたいな感じだよね。ちょっとその辺の厳密な交渉は僕 <laughs> 分かっなおりません。で、このカヌレが,由来がえ、えっと、何、えっと、とか地方。えっと、ボー、ボーから始まる。えっ、何、と、だっけ <laughs> ボルドン。ボルドボルドといえばあれですよね。<laughs> ワインの産地として有名なっ。ボルドってどこですよね。どっちだっけ生まれフランスの、どこだっけ南 ああ、それなんかやったな。ヒルガクトハウスでやったな。ワインの人が教えてくれましたよ、ね。ワイン学ラジオの人が言ってた。ボルドって南じゃなかったっけそうですね。南ですよね。南側ですね。えー、っと、南西部。ああ、南西部の大西洋近く。う違う。あ<ー>、あ<ー>なるほど。え、南フランスの南ってあれだっけどうぐらい寒いんだっけああ、忘れたわ。 それもワインブドウって寒いとブドウは寒冷なとこで長野とかで寒い方がいいブドウになりそうだし寒いんじゃないかな。でもいずれにせよ今問題で聞かれてるのはだっけカヌレがボルドウでできた理由を聞かれてるんですよね。確かちょっと待ってください。マルチタスクが多い。すいません。ボルドウ地方で生まれたカヌレ。その理由はなぜか。ワインと関係あるっていう話ですか まあ飲み物で出してるんでねまあそうですね飲み物で出しちゃってるんであれですけどなるほどワインと関係がありますワインをさ、うん、作った後のさ搾、うん、りかすのブドウみたいなのってさなんか使えたりしないんですかああんかありそうそういう類型のやつあるよワインってブドウ搾りかすみたいなの出るっけそもそも出る出る出る,出るでしょ出るかなんか昔のワイン作りってさ 足でで踏んるるイメージあへぇキュッ,キュッって踏んではい、はい、踏んでその出てきた果汁を発酵させてるイメージがありますねああそっかだから皮とか微妙な果肉みたいなのがちょっと残るわけですねそうそうそうめちゃくちゃ残ると思うじゃあ今の仮説は十分適合的というかそうです、ね、ありえませんじゃあえっ、ー、とワインを作る過程で、えー、と残ったそのブドウの余りみたいなのを作って作られたエウレカえー、っと近い 考え方はいいですね、ただ、ブドウの搾りかすではないです。分かった分かった、ぶどあワインを発酵させる樽が余ってるから、樽に入れて焼いた、さっきから大です、なんか、軍事名刺とか言って、食の軍師っていう漫画はあるのよ、本当に、大丈夫だよ、大丈夫、あるいですめて え、でも、あれじゃん。あ、そう、そうか、カヌレってほら、樽みたいな形してたじゃん、ちょっと。あ、はいはいはい。だから、樽にパンパンに詰めて。カヌレをカヌレ、そんなに作って、どうするの、お前。3 0 0ロぐらいの、パンパンにしたカヌレを、樽ごと焼いて作るてあ、だからそういうことよ。小じき鶏と一緒で、余った樽、調理器具がないから、余った樽にパンパンにあの小麦粉とか詰めて、うん、一気に焼いた、樽ごと焼き上げたやつが、カヌレの由来だ。 違いますうそうだっ分いい、ね、かいそうだった分かった分かった分かった。 ぶどうん、ブドウの木がいっぱい邪魔なやつ出るから、それを燃やして。あの、ただ燃やしてるだけじゃもったいないな。って焚き火するんだったら、焼き芋焼こうみたいな。焚き火するぐらいだったら、焼き芋焼,き焼こっっうみたいなノリで。自分のゴールの方に。大丈夫。コールしないで。大丈夫。いや、だから、できる。いや、だから、そう。ぶどうの木を燃やしてる時に、ついでに焼き芋的な感じで焼き菓子を焼いたのが始まりだ。違います。 全然ゴールィックですあさってのここにシュッと飛んでいきましたワインってでも原料って本当にブドウと水だけですよね酵母を除いたらだと思う副産物みたいなのあんまりできそうなそうですし食べくって最初からしてたのかっていう問題もあります確かにすぐ飲んでたんじゃねっていうまあでも発酵させるためにああでもそう発酵させるために容器は必要かそうそうええ何すかねえっと 関連する何かを利用してていたっていうところまではあ。こんなにヒントもあったのね。あだからワインを作る、それこそその昔ワイン作りってブドウを足で踏んでて、うん、イメージは若い女性とかが踏んでるイメージなんですよ。若いは言い過ぎかなはい、はい、女性が踏んでるイメージなんですよ。だからワイン足踏み女性みたいな。うん ワイン足踏み係みたいな。今、オゴールに、<laughs> 自分のゴールにドリブルしてますが、うん、雇われてるわけですよ、大量に。ワイン足踏み係の人が。はい、で、収穫期めっちゃ忙しいよ、ね。だから、はい、秋、葡萄収穫した後はめちゃめちゃ踏んでて、忙しくて。うん、で、冬になると急に暇だから、うん、やることねえな、つって。うん じゃあみんな自由研究タイムみたいな暇だから好きなことやってていいよグーグルの20%ルールみたいな哀愁時間をやっていいよって言ってみんながじゃあ暇だからお菓子でもそういう工夫するかって言って作られたのがカンヌレーだだからつまりこれめっちゃオシャレなんですよワインの副産物と言われるとすぐやっぱタルとかさワインの搾りかすとかを想像しちゃうんだけど実は時間だったっていうめっちゃオシャレなうんちくですねウレいカ違いますえー、っと <laughs> <laughs> まさかの水野さんが取るっていう,ねう無駄な仕事で <laughs> どうですか武藤君合ってるでしょ 違います。でしょうね。ダメか。ずっと自分の。自分のジンのディフェンダーからミッ見フィルダーでゴロ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 。おしゃれだと思うんだけど、実はワインの産物は時間だった、人手だった。いや、あれとかあるんじゃない、あのさ、樽の中で消えるさ、天使の取り分とか。あるいは、そのワインを作った時の、最初の、何、注いだ時の最初のやつ、濃くてまずいみたいな。そういうこと、結構あるじゃない。なんか、それとかも、意外と盲点で。 だけど気付かないけど意外と大事なそういうさい、うん、らない部分だったりしないかなっていう気がしたんだけどただその液体を何に使うかっていう問題はまた別になってじゃあそのワインの最初の液体をお菓子にしてお菓子に練り込んで焼いてたのがカヌレの始まりだ違いますうーん,うーんワインそのものとかブドウとかそっちの食べるもの系を直接使ってるっていう発想はあってますかまあそうですね一応じゃあヒントとしてカヌレの材料 はい、ウィキペディアに書いてある材料を読みますね。はい、ラム酒、バター、砂糖、薄力粉、全卵、卵黄、バニラ。ううん。あんま関係ないっすね。でもラム酒が入ってるってことは、アルコールが入ってるわけですよ。ああ、ですか、ラム酒か。で、ラムって蒸留酒だよね。うん、ですねだから、蒸留技術が発展してなかったら昔は、たぶんないから、確かに。ワインを使ってたんじゃないですか。えでも、だからやっぱそういうことじゃないそうなっちゃうね。あまり物の,のワインを入れて焼いていたに、やっぱなっちゃう気がするけど、そうなのね。 そうですね。今注目すべきはラム酒の部分で合ってますか違いますああそこが違うんだ。バターバター。あと何だっけえっと、小麦卵黄卵黄も言ってたね。卵黄あじゃあ、えっと、ワイン作り場には鶏をいるじゃないですか、やっぱりじ陣まで持ってた、早速、じ陣持てる気なし、この選手。 やっぱ、一年で契約公開できず。<laughs> やっぱワイン好きの現場にはね、鶏が付き物じゃないですか <laughs>。もうディフェンダーもびっくり。<laughs> あれこいつ、なんか自分の方向かってだから、その鶏の卵を使ったエウレクー <laughs> ゴール <laughs> ひどいな。 もとうと腰つけの論理したらゼロ一ひどかったですね。一点入りましたね。良かったですね。卵黄に注目するはあってます。はい。えあっほらえちょっと意外と意外と敵陣に運んで敵人までいた。今意外と敵人偶然偶然自分の敵人向けてクリアした感じですね。意外と敵陣には入ってた。卵黄あってた。鶏卵白卵白。さすがに卵使ってないですからねワインね何個なんでもね。 まあでも、そういうことじゃない。だから、ワイン作りするために人手がいっぱい必要で、うんえー、そういう人のために、毎朝卵食べたいから、言わずに買ってて、<笑><笑>でも、<laughs> あの、オフシーズンには人減るから、卵余って <laughs>、別の人や,つやんね、もう。オフシーズンには卵余るから使おうっていうことじゃないですか、うん、そういうことじゃないですかそこから無理に使んだろ、<laughs> カヌレに。うそういうことじゃないのかな ちょっとなんかうろうろしてますけど、いまいち答え出ないですね。え、卵が余ってたからカヌレを焼いたは合ってるはい。え、ほら、やっぱそういうことじゃん<れ>ほら、だからみんなが食べる用の卵が余る、オフシーズン余るからカヌレになった英雄レか。違いますね。ちょっと、前提知識が難しすぎるんで、ここら辺なんですかね。諦めますか。はい。えー、正解は卵黄が余るからです。なんでえー、これから説明します。<laughs> えよく知られている通りボルドーはワインの名産地です、うん、ワインの織りを取り除くための手法としてコラージュ卵白成長という手法が存在します卵白にはアルブミンというタンパク質が含まれておりこれは渋みの原因となるタンニンと結びつきやすい性質を有していますへ<ー>えー、面白いワイン樽の中に入れられた卵白はタンニンをまといながらゆっくりと樽の底に沈んでいきます 2>, 2ヶ月ほどしてから上澄みのワインだけを取り出し移し替えることで卵白を取り除きますと<ー>この一連の作業がコラージュですこの卵白成長のために大量の卵黄が余ったため卵黄を消費するためにカヌレが生み出されましたへえこれは面白いねいい 俺さ毎回気になるんだけどさ卵入れたらよくなるかもって思ったやつ誰そうだね。ね。入れてみようってだ卵白だけってことですよね。卵白だけ入れたらなんかいい感じになったなって上積みだけ取ったやつすごいよね。頭良すぎるな。あ面白いわそれ。多分正解にたどり着きはしないんだけど。しないねこれね。どんなにうろうろしてもね。でも面白いね。そういう料理あるしさ俺だからすごい思うのはさ現代で食ってる料理ってさ結構そういう奇跡的な確率で生き残ったものがかなり多い気がしていて。そうだね 今回じゃあその融資をやり直すってなったら絶対全然違う料理が食卓に並んでたはずなんですよね。ねなるなるそうだね初期値の揺らぎによって今ここに至ってる感じですよね。そうまあそれだから言語もさ似てるじゃないですかその単語をどうするかみたいなものとか文法どうするかってのって完全に本当初期値のちっちゃな違いでここまで発展、うん、そうだね。今作り直したら絶対同じ日本語にならないもんね。そうだからそういう料理のねそういう偶然性みたいなものを聞くと、うん、その言語ともすごい重なるものがあって僕はねいい興奮してしまいますね。あとね僕もう一個思ったののは,はい、はい、結構その レシピ通りに食い物作ろうとすると卵白だけ余るんですよ。うんうん、カルボナーラ作るときに卵黄だけ入れてくださいって言われるから、はい,はい、いや、僕いつも思ってたのが、俺卵白どうしたらええのっていう、うん、責任持ってくれよっていう、うん、レシピのやつ、お前これをここまで導いといて、卵白の処理方法について何も教えてくれないのにひどすぎない。好きやみたいにね、カシャって入れて、うん、あの、なにあ、そうそうそう,そう、残しの時あった。 ああやって卵白捨てるみたいな感じになっちゃう。あの卵白どうしたらええのってなるわけで。まあ、好きやだったらまだ罪悪感ないけどね。卵黄だけ食って卵白残していけば、まあ、店の人が捨ててくれるけど、家でどうしたらええの捨てるの抵抗あるしって思ってたんですけど、解決しましたね。家でワイン作ればあ、酒税法ってって家でワイン。あ、酒税法ってのがある零ですかー0.1%以上ですっはいはいはい。なんかのね、お酒作ると。そしら捨てられる。捨てられる。はい。それ売ったらダメなんじゃなかったっすかうん。出来上がった時点で済みです。マジっすかはい。 だから堀本さんが何かの間違いで何かを発行させてしまってアルコールが例えば1%のものができましたって僕にぜひ連絡いただければすぐもう直なて通報してねやめてほしいなあいつやってますってでもしょうがないですよね卵白を処理するためだったら多少の懲役はもう仕方ないですよね卵白を捨てないためだったらバランスがいかれてますね本日もうんちかゆれかクイズやってまいりましたはいねえ 3問外した。あ、違う、テンプル騎士団当てたわ。あ、そうだ。テンプル騎士団も当てたんで。あの、まぐれ当たりがありました。そうですね。僕は仕事しましたよ。僕もサルトル当てましたし。サルトルは当たってないのよ。サルトルは外してるのよ。外してますか。あ、でも違うか。あれを正解にしようってことになったから。そうです。正解あ、じゃ3分の2正解。しかも僕、ヴィンテージっていういい案も出したんで。うん、あ、もう完璧です。あ、じゃあ3問中3問か。3問中3問正解ですね。最高の点席で。はい。で、今回も調子良かったということでですね。はい。引き続き問題を募集しておりますので、皆さんも思いついたら、 概要欄のうんちかゆる学術投稿ホームから送ってください。はい、僕らはちょっと直接見れないんですけど。そうですね、武藤君が。両門が来るとめちゃめちゃ喜ぶので、ぜひぜひ。ね、あと武藤君へのね。 励まし応援メッセージとかくださいめちゃめちゃ頑張ってくれてるんであとあのカヌレについての補足とかね適当に喋った食べ物うんちくとかもねペドノンヌとかねペドノンヌとかナッシュとかねタルトタタンのグラグラさとかも補足してくれる情報とかこんな食べ物面白いですよとか多分あの最後のやつ副産物を有効活用した結果生まれたものとかいっぱいあると思うんでそういうのとか思いついた方はぜひジャブジャブコメントに書いていただければと思います ああそうですねちょっと全適応の例とか言おうと思ったけど微妙に違いますね全適応えー、例えばですけど体温維持のために発達させた羽毛を飛ぶために応用するみたいなものを全適応って言いますけど、うん、ちょっと違うのは副産物じゃないですね、うん、ちょっと違うねちょっと違います、ね、湿,気湿気湿気湿気 <laughs> まあだからすぐ出るやつだとねおからとかそうですけどねおから おからはあれでしょ？豆腐作る工程で出る。ああ、ああ、そうですね。ランボンだから味付けして売っちゃおうって言って、だから売らなくてもいいよねみたいなやつ、ね。確かにそうだね。うん。まあみたいなの死ぬほどあると思いますも。もっといいやつがありますね。ああ意外なやつそれそうなんだみたいなやつ思いついたらコメント欄に書いて,おい,ていただければと思います。ぜひぜひお願いします。以上今回もおねがいしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。したゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身はえっと。おなぜ今えっとって言ってたんですか？ あのじゃダメなんですかいや,いや全然わかんないですけどその答えがわかるのがこの本です面白そうですね概要欄にリンクがあるのでぜひ皆さん見てみてくださいね